まあ、もう一回改めて予定手前が下、足が側が出ているのがいつも後ろが。両方の手が自分の中心にあるようにして、そのまま終わったときにして、はい、開いて休み落としですが、今日はとてもいい感じのメンバーです。飛ぶか転がるか攻めてだから止まらなくて、後ろ足前に出して押さえる、はい、これか、いい感じ、大丈夫ですか、噛み合ってる、ね、上で飛ぶ時は押される、褒めなくていいよ褒めなくていいよ、初心者いないんで、あれですけど、一応まあ、くどく言わせてください。四方投げはこのまま受けるとか体が急するから、必ずこう、外側の足をこう持ってくる、肘を見る、指先を立って、こうすると怪我し。っていうことを、もうパターン、回転投げと三挙だと、一挙取ればいい。それだけですよ。分かんなかったら適当に。三強できましたか転換します、開きます、投げられない顔だけをくぐって担いでつく、で、まあ、このままこれなんだけど、とりあえず大丈夫ですね、転換積み落としのように開きます、この間は手法投げみたいに振り打った時に肩に担ぐ、で手を掴んで外して指、これが本命、これが三強、最初に掴んだ手が指を、肩を外して上に打ち上げて、大丈夫大丈夫ですかはい、横蹴りできたら、うん、以上です問題、これはウォームアップに入る、めっちゃ裾に足が引く、ゆっくりと蹴ってくるのに対してもこう入る、蹴りに対して入ってそのまま相手の骨盤を押す、ウォームアップというか受け身でこうやってあげて後ろに倒れるってやってます、これは本来はこれこれだけじゃないけどこれに使うという、押されたら逃げちゃダメですよ、皆さん本当に受けるんです。受ける。やるかもしれません。これをこう、逆で出して、これでこれだって待っちゃう。こう押されたら、押されたら無抵抗で受ける。これはでも森田式や多分。先にやるね。踏ん張っちゃうと帰ってきたい、こうやって押されたらグッてこういう動き、体に覚えさせてきます、僕はこういう感じです、そしたらダメじゃない、大丈夫ですね怖いからすぐに抜く、すぐに抜いて落ちてきます、本体これをウォームアップに入れてほしい、梅谷さん、特別に一番推しが強そうな人になります。
今の話総合的に話すと蹴ってくるという、こうやっても今動き出した瞬間にはスッて入るっていう体作りみたいな感じです。蹴りはこの状態でこうなったら足折れとかないかなったんなかったけど、平川さんぐらいだったらもう下がったらそのままボーンと蹴ってきて下がっちゃった。だと初スピード勝負だから、ここで相手が蹴るぞって動いた段階でパッと、これは正面打ちで、正面打ちで来ても、ここはこういう感じで、相手がパッて動いた時にはパッ、そのタイミングで取るでしょ。打撃は全部これなんだけど、相手が動いたら、そのより先に相手が行こうとするとこを取るっていう、これがだから一挙。だから、これが後ろ足から出そうです。でも似合わないから、この状態です。だから、この腰、こうやってやるのは、やるじゃないですか。あれは、こうじゃないんですよ。これだと全然間に合わない。この姿勢のまま、スッてこう、少なくとも、一歩分のスピードを、相手がパンチ出すより最後、詰められる。ですね。で、何かな、2球もう1個両手転換しました。上がった、うん、両手取りの左右、両手取り分かんないじゃあ今こっちやったぞさっきやったように転換します。そうすると後ろに来てる足の手が上に来てるので、これを吸いながらです。これなら簡単にいける必ず1回コンプリートした状態からスッと入って、外側ですか、まあ、何回かやってると思うんで、で少しだけあんまり出さない、ちょっと前の膝と同じぐらい、でこの出した足の膝をついてから前から、で雨アンダーチの手法、雨アンダーチの片手の手法だけです。はい、後ろ出て余計前膝を膝カップして、足ほんとはまあちょんちょんとやっていい、そこまでやるだけ、スッスッスッ大丈夫、黒部今日いっぱいあるからやってみましょう。大丈夫ですね。前。この球を通ろうとしてる。いわゆるこれですよね。じゃあ前蹴りしたら、そのままこうです。ちょっと足上がっちゃったけど、まあ、実はここの4球が一番痛い。そっちに。これは女性は受ける必要ないからかけるだけでいいかなってきます。一回、まあ、ウォームアップでこう相手の内ももを踏んで、これが慣れれば難しいんだよね。アキレス腱決めて、アキレス腱裏の4球まあ、正直女性たちはまずは要求なしで来たら、そのまま倒してこれでウォームアップここまでやりますよね。それをそのままスッと押して、さっきの腰のやつと受け身の種類は全く一緒です。ここ押されないけど、ここ押された時に形としてはここでいってです。
取り方は一緒です。はい、よいしょ。もしかしたら柴犬ちゃんの名前さえ多分飛べないポーンポーン。だから蹴り突き、これはあの一つの足さばきでポンポンってさばくのが大事です。こう一歩目が出る半、これでこの足のこの回転だけで蹴りを避けちゃいます。足がつくのはこっちが、腰も小さくパッ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 って手をつけることで相手の逃げ気をこの一歩目つく前に、だから一歩目でこれが終わっちゃうと次が避けられる。パンパン腰の筋肉、腰ひねってひねって、でここまで来た。大丈夫でしょうか。はいはい。じゃこれをまたウォームアップ通り、こうこの手の間に足を当てる。よかった。この手の間に、ま、掴んでる方の手の足が前に、スッという感じですね。大丈夫ですね。よいしょ。